確かにワイルドスピードの名シーンなら知らない人でも絶対やってるよ。よいしょイエーイ。ということで、はい、8月の末、フェールフェスト以降、初のワイスピシリーズでございます。イエーイ、お久しぶり。まあ、なんといってもね、今回また、8月のフェールフェスト、富士スピードウェイで開催される、うん、まあ、車のメガイベントが、はい、11月の24日に延期になりましたので、はい、今日はワイスピシリーズをやっていきたいと思います。イエーイ。で、今日ちょっと今、夕方から、ね、撮影開始してるんですけど、うん、まあ、今、車好きの人って夜が多いわけよ。大国とか、まあ、そういうところにも行きたいなと今日思ってるんですけど、はいはいはい。まあ、なんといってもね、フェールフェストは、もうこの動画があったら多分1週間後ぐらいにあるんですけども、うん、まあ、初のね、秋のフェールフェストで涼しいです。で、8月のチケット返却もあったんですけど、ほとんどの方が返却せずに、チケット返金せずに来られるみたいで、素晴らしい。夏より人が多いみたいなんで、めちゃくちゃ盛り上がるんじゃない？素晴らしい。逆に延期になってよかったんじゃないか？よかったと思うよ、涼しいし。本当に。まあ、でも防寒だけちょっと違われたな。そうだね、はい、確かに確かに。いけないなと思うんですよ。でも今後のフェールフェストさ、秋にやった方がいい説あるよな、これな。それはちょっと思ってた。今年なんとその石垣社長とこの前打ち合わせさせていただいたんですけど、はい、まあ、おっしゃったのが能登半島の地震あったじゃん。ああ、はいはいはい、はい、あの地震の、あったエリアの市長が何人か来て、うん、キッチンカーを出してその売り上げを、寄付するみたいな。へえ、今回活動もやるみたいで。あ、そうなんだ。なんだろう、もともとフェールフェスト自体がさ、そうだね、チャリティーイベントだしね、うん、その能登の食べ物とかをチャリティーでキッチンカーで販売したりもするみたいなので、はい、そういう宣伝も僕たちもできればなっていう、チャリティーの。なるほどなるほど、いいね。俺らももちろん会員して宣伝して盛り上げていきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。まだね、チケット売ってますので、はい、概要欄からフェールフェストチケットぜひ買ってください。はい、お願いいたします。先着で僕たちに、会って声をかけてくれた方、もちろん写真とかも撮りますけど、ナパーズのステッカーがあるんですよ。在庫がまだ10枚ぐらいステッカー残って、その在庫をプレゼントするんで、ぜひよかったら声をかけてください。おお。はい、という時もやっていきましょう。せーのっとなんとエクリプススパイダーを見つけちゃいました。ローマ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 。おお。おい、別れの言葉はなしか。フルスピードで走るのが俺の人生の。出せよ、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 髪を下ろしたりとかしてたんで。あ、いや、もうこんなのいないでしょ、いない他にっていう感覚だった俺は。はい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 、絶対そうだなと思って。ちなみに今年もフェールフェスト11月にもう今月あるんですけど、はい、来られるんですか今年は。はい、行きます。おい、あ、さすがさすが。今日一応なんかそのフェールフェストの最終告知のワイスピシリーズとして撮影したんで、めっちゃちょうどいいところじゃないぐらい、めっちゃちょうどよく、めっちゃいいです。前回はなんかちょうどフェールフェストの告知やってた。去年すごい運命だ。去年車壊れてこれなかったもんね。そうです、一応直って、直ってやばいよエクリプス、ね、はいはいはい、いや、いい。わー、ロームだぜ、ローム。今日この後お台場行かれるんですか、なんかやってるんですか、お台場。なんかお台場車なんか集まってるんだよ。あ、マジ。そうなんですよ、イベントとか、カスタム系の。あ、そうなんですね。行く、いや、行くしかないよ。行きましょう、一緒に行きます。あ、いいっすね。このさ、スープだとさ、エクリプスで行ったらやばいよ。確かに、うん、目立ちますね。じゃあ未来で頑張っていきますか。お願いします。いやー、最高だ。クレンドリーだね、めっちゃ。はい、ということで、はい、無事にお台場に着きましたと。イエーイ。今日 D1 やってるんですね。 D1 ですね。あとなんか AMS、 AMS だからさっきからすごいもんね、バコン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 、花火みたいな音がね。これは撮れるよ。でもやっぱね、エクリプスとスープラがいるからすごい注目度が高い。夜だとまた早いですね。間違いない。じゃあちょっとここでイベント終わるまで待って、そしたら多分すごい車いっぱい来るから追っかけていきましょう。はい、今日中に取り切ります。はいはい。
I don't read the newspapers because they all はい、ということで秋葉原着きました。イエーイ秋葉。いろいろ先導してもらって今カメラ持って回ってるんですけどなんかどうやらお台場はもうちょっとイベント終わっちゃって秋葉原がな最近車の聖地になってるみたい。そう、お方にめちゃくちゃ車止まってる。あのね、スポコン車の聖地かもしれん秋葉は。あとやっぱ車好きの外国人も多いからそことマッチしてるらしい。とりあえずここで周回していけば多分路肩に止まってる人たちが気づいて出てきてフェードダイビングで捕まえようかなみたいな。完璧ですね。完璧、うん、で今日これ成功させてベールベストボア秋葉原が俺らの聖地になるんじゃないかと予想していますけどもまあ、この動画見てもしね、ナパーズを知ってるそのスポコン車の2人とか、はい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 、まあ車好きの方秋葉原来てくれれば僕たちに会えるんでぜひぜひどしどし来てください。まあ、ただね、成功しないとここがいいところかどうかわからないので、はい、ガシガシとやっていきましょう。よろしくお願いします。ということで、行くぜ。はい、I'm a Japanese YouTuber and first time. ダメでした。いやこれね、あのセリフ言えないからね、俺らな。難しい。英語喋れたら多分いけた。そう、いけた。スウェー、スウェー。じゃあ、続きやっていきましょう。いや、今日は暑いよね、もう。いける、いける、いける。いける、いける、いける。おい、別れの言葉はなしか。ナイス。こんなもんでいいですか。最高です。素晴らしい。いやー、キャバラ強いな。まず明るいし。確かに。あと車がその走り焼ける車の人がめちゃくちゃ多い。ずっとまっすぐやしな、うん、そのうち規制されそうだけどマジでいっぱいいるからね。確かに。でかつ車好き外国人がめっちゃ多い。うん、じゃああれだね、これ英語マスターしてインタビューとかしたよな。ちょっと英語覚えましょう。俺ら毎年言ってますけど。毎年言ってるで覚えない。ちゃんと覚えましょう。今日はこれで終わりでいいんじゃないか。確かにボリュームちょっとでかすぎるもんな。ボリュームでかい。普通に激扱いですわ。普通に素晴らしい。はい、ということでお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや今日おかげさまでマジで神回になりましたよ。ありがとうございます。横浜で会ってお台場行って秋葉原まで教えてもらったからすごいですね。秋葉原、そうですね、アニメとかサブカルチャーみたいな文化好きな人はやっぱり車好きな人本当ね、専門の人に聞くべきですね。場所はね、これから僕たちここ撮影のため僕たちも聖地になるんでここからでも今日本当手伝ってくれたので、なんかフェルフェスト来た時になんか恩返しさせていただきください。マジありがとうございます。ということでじゃあ最後フェルフェストの宣伝あのお願いします。はい、11月24日富士スピードウェイでですね、フェルフェストジャパン、とんでもない車のメガイベントとなっておりますので、皆さんのチケットまだまだ余ってますので、ぜひぜひご購入していただいて当日僕らと一緒に会いましょう。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ということで本日も終わりましょう。せーの、アディオス。アディオス。